はい、今日は何しに行くの？これから新車のアルファードを取りに。そうそうなんです。わざわざね、あの YouTube 見ましたってことで、埼玉の方から新車を送っていただいて、明日から、LM350 化ということで、今回の動画はちょっとね長編ということで、今これから取りに行きます、帰ってきます、制作します、そして、僕たち2人でまた搬送車に乗せて埼玉までお客様の元まで、納車フェリー乗せてね行こうと思ってますんで。長編をちょっとお楽しみ見てください。はい、じゃあ高速乗りました。俊介さん、はい、初ロケ。ロケです。合ってるよね、初ロケ。いや、ロケですフェリー到着19時45分ということで、お客さんからいただいてますので、それに間に合うように安全運転で向かいますが、 YouTube ユニバーサルチャンネル始めて、約2週間3週間ぐらいですね。で、今登録者数確か63名。すごいよね。すごいですね。これからもねどん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 伸ばしていこうかなと頑張りますんで、ということで、はい、引き続き動画をお楽しみください。はい、はい、ということで苫小牧港着です。あのフェリーから新車が降りてくるようなんですが、まだねちょっと時間が早いということで、ちょっと待機して積んで札幌戻りましょう。はい、ということで新車アルバードエグゼクティブラウンジ下船しました。これ早速ねこちらを搬送車に乗せてユニバーサルへ戻りましょう。さあ、じゃあ戻りますか。はい、はい、じゃあ皆さんおはようございます。ユニバーサル店長のマサトです。本日カメラマンの俊介ですということで、苫小牧港に取りに行った新車アルファード、出来たてほやほやの新型、新車アルファード、エグゼクティブラウンジ取りに行ってきて、今日これから早速ねバラしていって LM350 化していくということで、まあ、まずそもそもあれだよね、三眼。アルファードもね三眼ですからね、三眼。そしてこれがシーケンシャルウィンカーで、これ LM にもねもちろんついてるけど、コーナーリングランプ。いつもだったら今までやったことある後期ってこことこことの 1,2,3,4 のコーナーセンサーしかないんだけど、今回これがあると、横にねこのコーナーセンサーもある。エグゼクティブのねこのスパッタリングアルミ、これもねセンターキャップレクサスに変えて、新車だからもうこれモニターもでかいもんね。鍵も新しく、ちょっとね偶然今全国初じゃないかっていうねシルバーの LM 出来上がった LM ありますけど、これから仕上げていきますんで、これから定点カメラで、作業風景も撮っていきますんで、そちらも同時にご覧ください。今日は多忙につき僕一人でバラしていきます。今バラせるフロントまででバラせるものバラしていって、これが新品ヘッドライト